皆さんにお座りいただいております。自己紹介お願いいたします。はい、離れ組の長住隆です。はい、よろしくお願いします。どうも、久しぶりです。よろしくお願いします。なんかどんどん普通になってきますね前回アフロでしたよね。前回はね、前回アフロだっけ。だから毎回違うじゃん。前回アフロで、その前がチェンマイだっけ。そうです。なんかちょっともう少し軽いパーマかけてたんですよね。なんか結構かなりエスニックな、そうですね、赤道な感じからなんか東南アジアになったりとかそうですね、うん、やっぱね、髪型変えると一気にこう人も変わる、ね、変わるでしょ。変わりますね。そう、なんか遺跡巡りしてるといそうな感じの容姿が、うん、今そこら中渋谷にいらっしゃるような感じになりましたね。 J-Wave 的に言うとこうサチモスみたいな感じですかね。こうサチモスなんですかね。サチモスなんですかね。そうですね、うん、なんか釈迦ゾンビみたいな、なんかソイルな感じもちょっと若干ちょっと違う、まあ、うんね、サングラスをかけてらっしゃるし、はい、帽子というね、はい、ちょっと若干スカパラな感じもされているような感じがしますけれども、はい、どうしたの、やっぱり心境の変化。いや、まあまあちょっとね、アフロにしたんですけど、うん、手入れがちょっと大変で、うんうん、もうちょっとしんどいなと思って、ね、それであのあとライジングさん去年出た時に、はい、僕とイケちゃんと、うん、あとモビーと、はい、たまたまライジさんの楽屋で裏にいたら、みんなアフロだったんですよ、うん、で写真撮影してたら、うん、角田博さん横通ってお前たちいい髪型してんなって、だけどやめ時考えろって言われたんですよ。あ、やめ時考えろと。それが自分に刺さっちゃって。なるほどね。ちょっとやめ時考えないといけないのかな。分かる分かる。だって角田博さんもずっとアフロだったもんね。だったんですよね。今違うでしょ。今違いますよね。今違う、そうそう、はい、このつい先日、はい、僕の番組音羽人の方に角田さん来ていただいて、はい、そう、はい、角田さんずっとアフロでしたもんね。そうですよね、昔の、うん、でも逆にね、逆になんか長住君の場合 もっと異彩を放、普通の方が、うん、もう俺なんていうのか、結構かなりこうエスニックなさ、はい、ワールドな感じがイメージなんで、はいはい、この普通の容姿がね逆になんか俺違和感を覚えて、なんか本当ですか、ちょっとそわそわする、そわそわします、そわそわする、なんか普通なんで、なんかこういつもだとなんか、ああやっぱエスニックなんだよねとか、なんかこうなんか香辛料の匂いを漂わせてるようなさ、そうそう、もうやっぱそう3、4年ぐらい多分それしてたんで、うんうん、ちょっと一回こう普通のマイクをこうちょっと立っといて、こう普通の、あ、マイクをちょっと置いたわけね。ってキャンディーズみたいな、はい、わかります、ひかるちゃんみたいにトンと置いたとトンと置いて、なるほどね、そうか。でもやっぱりそれは心境、まあ、その今さっき言ってたけど、そのヒロさんの言葉もあるけど、どう、はい、あえてこの容姿をまた髪型とか変えてみて。いや、やっぱね、こうフットワーク軽くなりますね、なんか、うん、気持ちの上でも。だから人格も若干ちょっと違う感じがするの。そう、なんか軽いっていうか、わかるわかる、3% か 5% ぐらい、うん、以前と違う感じがする。本当ですか、うん、何が違うんだろう。ちょっとやっぱりミステリアスでエキゾチックな感じがあって、うん、言葉もなんかちょっとこうエキゾチックな感じがしてて、もうちょっとこうゆったり、うん、まったり、なんかこう、うん、噛み締めて喋ってらっしゃるような感じがしたんですけど、はいはい、今なんか普通に喋ってる感じがする。そうですね、すごい普通ですね。そんな感じがしますけど、あとね、これジャケットがすごいじゃんこれ。はい、今回自分で描いたんですけどね、点描、うん、点描ですね。これそうなんですよ。だからこれは自分の顔、何これやっぱり下地は写真かなんか。そう、これ用で写真を撮って、それでそれをこう自分で見ながら点描にしましたね。これどのくらいかかったの。9時間ですかね、一気に。一気に、これ何考えてんのこれやってる時って。いや、なんか自分の顔ってこうなんだってまず思いますよね。あとこう結構写真がもうカリッカリにこう焼いてもらったっていうんですか、うん、角質が見えるぐらいまでバッキリ焼いてもらったんですよ、うん、だから角質見えるものを描くっていう気分で描いてたんで、うん、そうですね、角質とおしゃべりみたいな感じですかね。なるほどね。でもこれなんか無我の境地というか、なんかやっぱり結構、いや、と、なんて言ったらいいんですか ね気持ちよくなっちゃうし、なんか行っちゃいますね。行っちゃうでしょ。でよくあるもんね。だからなんかよくお寺とか行くとさ、あるもんね、なんかこうやっている点描みたいな、うん、あとはなんか、うんうん、とりあえずずっと書いても、うんうん、もうただひたすら、うんうん、お経を書いたりとかあるじゃん、うんうん、それに近いものがあるんだよね。いや、そうかもしれないし、あとはこうどんどんな色を入れていく作業もあったりとか、やっぱ結構集中できるんだろうね。集中、無我の境地というか、すごい自分はハマってますね。悟り、悟り裏、うん、そうそうそう、今悟りって言ったの、俺も、うん、
あの中学高校の時はよく天秤やってたんでね、うんうんうん、あ当時やっぱりあのサンタナのファーストアルバムとかフラワードレベルバンドの悟りかなんか、まあ、天秤があって、はいはい、ずっと授業中天秤してたよね授業中ずっと授業中天秤してた無我の境地、やばいっすね、無我の境地に陥っていましたけどねでもこれなんかいい感じじゃないか、ちょっとレトロななんか独特のなんでしょうね、なんですかね、なかなかこう形容しがたいすごくこうレトロな感じもするんだけど、うんうん、なんだろうね、なんか多分その今その見てもらってるのが水色の帽子と黄色っていう、うんうんうん、なんかこの色合わせもちょっとこうナインティーズなっていう感じもあるのかな、うんうん、少し色合いがね、うん、ああかもしれないね、ちょっとパステルな、うん、あの天秤で顔の部分だけちょっとモノクロなんだけど、うん、帽子とそれからサンメガネがちょっとパステルな、うんうん、パステルブルーに、うん、ちょっと黄色いリムなのか黄緑系の、うん、ね、なるほど、これ色違いがあるわけ、そうですね、これ紹介、これは紹介版なんですけど、うんうん、通常版は黄色の方 で、ね、初回版の方はあのライブ音源が入ってるんですよ、なるほど、今年の春までやってた、はいはいはい、What I Looking For ってツアーから3曲音源入れてます、なるほど、それがこのブルーの帽子と黄色い黄色のメガネのバージョンですね、やつですね、うん、でアルバムタイトルが、はい、深呼吸、深呼吸、シングルですね、これシングル、シングルが深呼吸、深呼吸、はい、ということですよね、水曜日に、そうですね、この前の水曜日にリリースされた、はい、ということですけれども、はい、そうか、で新曲はこれは何、海外ダイアリー、海町か、海町ダイアリーをやってた、すみませんね、私これでもアメリカ人です、これ新曲は海町ダイアリーの是枝監督が今回新しい、はい、映画なんですけど、うん、海よりもまだ深くっていう、海よりまだ深く、はい、映画の、まあ、エンディングテーマですね、ね、なんか是枝監督のご指名だったという、はい、そうです、これはもう、うん、前からお付き合いとかあるんですか、それとも是枝監督が中澄君の曲の前からファンだったのかな、以前、うん、エンディングノートっていうドキュメントの映画をやらせてもらったんですけど、うんうん、その時に監督がプロデュースされていて、はいはい、その時初めてお会いして、うん、っていうのが最初ですね、そうです、何年前かな、もう多分4年とか5年ぐらい前なんですけど、うん、その映画自体は、じゃあ早速ちょっと聞いてみたいと思うので曲紹介お願いいたします、はい、はい、深呼吸、離れ気味、深呼吸をお聞きいただきました、はい、是枝監督はものすごいこの曲を聴いてメロディーラインを一度聴いただけで、うん、体が震えるほど感動しました、映画では描いていない主人公の過去や未来をも感じさせてくれる名曲で、うん、この歌で映画が締めくくれることを本当に嬉しく思ってますと監督も大絶賛ですね、いやもう本当嬉しいですね、でも、ね、でも本当僕お話しいただいた時には、うん、もう本編ほぼ映像は出来上がっていて、うん、でまあ劇中の音楽もやったんですけど、うん、この場所とこの場所と、まあ、エンディングテーマっていう形だったんで、うん、としてはもう本当何度も何度もこう映画をこう見て、うん、それで今回の映画ってすごくまあこうどこにでもきっとこう一瞬起こるであろう、こうとても日常っていうか家族のお話なんですけど、うん、だから見ていてこう見てる間に自分の時間とこう重ねることがこう多い映画だと思うんですよ、見た方が、うんうん、そのキキキリンさんをするお母さんとか阿部寛さん演じる、まあ、息子のこうダメな感じとかも、うん、だったんで僕もこう映画を見てて、まあ、自分と重ねるとかもすごいあったんで、うん、まあその歌詞はそういう監督のまあ映画に込めた部分と、まあ、それを見て自分がこう重なった部分っていうんですかね、うん、それを言葉にした感じです ね、そうだ、是枝監督の最新作、うん、海よりもまだ深く、はい、主題歌を今聞いたわけですけど、新曲、はい、サントラもやったんだよね、そうですね、だから主題歌、ね、このボーカルものじゃなくて、うん、いわゆるインストサントラも担当されたという、はい、どうですか、これ前にやったことあるの、映画音楽、いわゆる劇中音楽っていうのは、そうですね、竹中直人さんの「さよならから」っていう映画もそうだったし、先ほど触れたそのエンディングノートっていう、うんうん、砂田監督のドキュメントでもサントラをやりましたね、うんうん、でも一番その、まあ、今までは、まあ、エンディング曲なんかで言うと、まあ、あった曲をこう映画で扱ってもらってたんですけど、うん、今回は、まあ、映画用で書き下ろしたりとか、うんうん、また改めて新鮮な感覚が
今までの映画とはまた違って、ね、これはあの監督から注文があったの、それとももうあのもう見た感じ自分の感性で捉えるっていう、あの監督どういうあの音つけた方がいいですかとかって、うん、あの質問したんですけど、うん、あの監督はもう本当にあの見た感じたままで音をつけてくださいっておっしゃってたんで、うん、あのそうその言葉に乗っかって、なるほど、ね、やりました、ね、やっぱりあの監督とやっぱり呼吸が合うんでしょうね、呼吸っていうか間、ま、じゃないですか、こういうのってやっぱりそのテンポ感っていうか、でも本当カットの長さだったりとかね、そう思いました、なんかやらせてもらって、うん、あの自分の書くこう、うん、メロディーとか、うん、まあまあ本当まさしくその間みたいなものとか一緒だったし、うん、に感じたし、あと、まあ、今回の映画って監督の本当住んでたその団地とかを実際使われてたりとか、うん、だいぶ監督 の, あの時間と重ねてる部分もあるんですよ、その映画内容、うんうん、で僕も東京の西側の人間 で,、うん、で監督もその描いてる土地っていうのが、まあ、西側なんで、うん、なんかどっかこう似てるようなその汲み取る部分がいっぱいあって、はい、あ、なんか多摩なんですけど、はいはいはい、東京の西側ってやっぱこういう時間なのかなっていうのを、うん、なんかこう客観的に見るような部分もあって、なるほど、だから本当にこうヒントが僕の中にはいっぱいありましたね、うん、この映画の中に、うん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 、だから相性ってすごくありますもんね、本当にだから音楽っていうのはやっぱりそう、あの映像じゃない部分で非常にやっぱりその感情みたいな部分っていうか、うん、なんかそのまとめるものだもんね、ですよね、そうか、でもね、なんかそのテンポ感っていうと今度なんか、はい、小津安二郎の映画かなんか新たにつけてみればいいじゃないですか、すげえ5、60年前の映画かなんかにさパンってやってみるかっこいいかもしれないよね、改めて昔の映像にさパンってやってみるともまたなんかこうでもそうやって曲が生まれるっていうのも面白いかもしれないですね、ですよね、そうか、ね、楽しみですね、この映画ね、はい、海はまだ深く、じゃあここでピンポンボックスをやりましょう、これまた長いですね、このピンポンコーナー長いですね、もう他にあの考えられないんですよ、うちら別のニュー企画を2 2 2 2、やっちまったステージの失敗談やハプニングなど教えてください。あー、でも歌詞飛んだりとか全然ありますよ。本当？歌詞飛んで、そういう時バレる？お客さんにバレない？あの、いや、自分が飛ぶって、うん、飛んでしまったことにびっくりするんで、はあ、あの本当ひどい時はあのステージ上で倒れることとかありますね、もうそのまま、うわもう無理だー、ごめんっつって言って、ごめん、もう一回っていう、もう一回っつって仕切り直しやるんだ、そう、それで仕切り直してもう一回同じとこで間違えたりしますけど、ね、うん、もう一回やるみたいな、うん、だからいつだったかはごめん、もう途中からやっていいっつって言って間違えたとこから始めたりしました、それは許されたんでしょうね許されたんです、ね、すごいな、途中からやっていい、うん、もう途中からもうダメだこれも、そうか、じゃあ皆さんあの頭の中で編集してくださいとそう、つなげてください、つなげてくださいと、すごいですね、じゃあもう一回弾いていきましょう、あら、10ペン永久不滅のマイアイドル、今も昔も変わらない自分にとってのアイドル、ヒーロー、ヒロインは誰ですか。あー、やっぱ今ヒーローっていうのかな、うん、で言うと今バッと浮かんだのはやっぱボブ・マーリーとかかな。あー、そうなんだ、やっぱボブ、ボブ・マーリーですかね。うーん、やっぱ声とかやっぱりこう容姿もそうだし、うんうん、やっぱあの当時のこうジャマイカとか、うん、まあ、いろんなものがこうかっこいい、やっぱりこう リズムとか、うん、なんか僕たまにまあアルバムでもこうレゲエみたいなの取り入れたりするけど、やっぱりこうテンポとか自分のこう、うん、もうこう間に合ってる感じがするんですかね、だからそのこう発見は一番最初の発見はやっぱりレゲエの最初の入り口はボブ・マーリー。それいくつだと初めてボブ・マーリーを知ったのは。高校1年ですね。その前から音楽はやってた。その前から音楽は、あ、音楽はやってないから、カラオケに行くぐらいですかね。カラオケに行くぐらい、楽器はやらなかった、はい、それまでは。やってませんでしたね。やってなかったんだ。高校1年の時に友達にがギター弾いてるの見て、うん、やりたいなと思って。あ、そうなんだ。じゃあ高校生になってからギター。そうですね。うん、高校1、2年ぐらいの時ですね。なるほどね。はい、そうかそうか。そっから始まったわけですね。はい、じゃあ結構ボブがきっかけといっても。そうですね、なんか 歌ってて、うん、こうかっこいい、うん、そのこういう人みたいになりたいなって思ったみたいなのはやっぱりそこかもしれないですね。なるほど。じゃあカラオケで「ウイエー!」とか言ってたわけ。ウイエーは言う、それは歌ってなかった。まだ歌ってなかったです、ね、カラオケで何歌ったの。
カラオケはその前はそのいわゆるプレボブマーリー時代は何だったの？ボブマーリーの前ってことですか？うん、そうそうそう。はね、親が聴いてたフォークソングですね。へえ、例えば。井上陽水さんとか、あとはこうまあビリー・バンバンとか。ああ、はい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 。本当そういうのが大好きですね。今ね、今このボブ・マーリーとそれから井上陽水、ビリー・バンバンを聞いて、なんとなくね、離れ組の輪郭がね、私の中でね、できる、また一つパズルができますよね。パチッと、おお、なんかパズルがね、一つまたこう繋がりますよね。繋がった繋がった。本当そこなんですよ。わかる気がする。すごいわかるわかる。ビリー・バンバン、井上陽水、ボブ・マーリー。そうです。わかる。はい。わかりますよ。なんか嬉しいのかって、なんかこうね、なんかこう、ニャチキってこう、なんかこう、ま、あの、ルービックキューブの最後パッとまとまって、もう本当そこですね。ねえ、僕の中では。そうか、すごくわかります。はい、そうですか。でもあのニューシングル深呼吸もね、今聞いてたお話をなんかこう考えると、ああなるほどねっていう、なんか納得感がまたより一層深まると思いますけど、絶賛発売中です。はい、深呼吸、はい、で是枝監督取り下ろした、この曲のミュージックビデオも、はい、ただいま公開中です。はい、そして映画に出演している池松壮亮さんを、主演に迎えたサイドストーリー的なこの内容ということなんですけど、これやっぱりムービー、ね、あのミュージックビデオなんだけれども、あの映画の本編にちょっとこう絡んでいるという。そうですね、あの阿部寛さんの主人公の、まあ、後輩っていうんですかね、同僚っていうか仕事の後輩みたいな感じなんですけど、そのまあ今回の映画ってなりたかった大人に誰もがなれるわけじゃないみたいな一個テーマみたいなのが監督の中、あの今回の、あの映画の中にはちょっと入っていて、でその池松くん扮する後輩も実はそのそういう何かをこう引きずってるっていうか、それがまあそのプロモーションビデオの、まあ今回の深呼吸のまあMV っていうんですか、ミュージックビデオの方でこっちで描かれてるっていう、ね、なるほどね。そうか。そしてあの夏といえばあのフェスですけれども、結構また今年の夏もいろんなとこ回りますよね。はい、そうですね。あの6月が太鼓クラブ16、これ長野で、はい、これはフェスですよね。はい、で7月がロックの細道、仙台、そして8月が、サマソニーと、あとはあの山名高校でやります、スペースシャワースイートラブシャワー2016、をやるということですか。ね、これはもうあの何あのバンドで回るっていう感じですよね。ね、太鼓クラブだけ弾き語りなんですよね。あとはあのバンドですね。なるほど、そうですか。はい、あのその他離れ組の詳しいライブ情報とオフィシャルサイトの方をチェックしていただきたいと思います。ということで、はい、あのまたちょっと普通になってね、はい、帰ってこられたのまた変わってきて、またあの次回がまた楽しみでね、はい、ちょっと今回はフェイントでちょっとジャブを 2,3 発こう連打食らったような感じですけども、そうちょっと油断させておいて、ね、ですね。そうそう、あの次回のボディーブローをねまた期待しておりますんで、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、ということで離れ組こと中澄隆さんにお越しいただきました。はい、ありがとうございました。